皆様おはようございます。私山桃、最近鼻がムズムズしたり目がかゆくなったりと花粉症っぽくって、大好きな旅行もお出かけも億劫に。そんなわけでテンションが上がらないアラサー独身女です。そんな時にお声掛けいただいたアレジオンさん、今回はアレジオンさんとのタイアップということで、見てください、封筒が届きました。何が書いてあるんやろ。花粉症で思い切り楽しめないことについて話して、花粉が飛び始める前に全力で楽しんでとのことを。旅行やお出かけが好きな人にとったら花粉って本当に辛いし、美味しいご飯も美味しく感じなかったりでテンション下がっちゃうよね。そんな気持ち吹っ飛ばして今日はお友達とお出かけしようと思います。あ、お友達は安定のキョカリンです。キョカリンも花粉症で外出るといつも辛そうにしてたから、今日は一緒に楽しめたらいいな。というわけで準備して行ってきます。まだ私メガネ生活ですのでね、ちょっとねメイクこんな感じで今日は完成させておこうかなと思います。いつもよりね工程が少ない。なんか前髪また伸びた。私毎日切ってる気すんねんけど前髪。出かけるからね、アイロンの電源切ったこと確認して。元栓の電源から切っていく。今日ちょっとあったかいらしいから、私アウターなしで行こうとしてんねんけど、無謀？カイロは持って行こうと思ってる。まず大事なのは財布。ガムやろ、リップクリームこの辺持っていく。はい、柔らかいティッシュを持っていきます。食べ歩きやもんね、ウェットティッシュも持っていっとこう。あとは前髪キープブラシ、ダイソーのやつ、パウダーとクッシ。お家の中身はそんなもんかな。アウターなしでこれで行こうとしてるよ。どうやろな、後悔するのでしょうか。行ってきまーす。待って、ハンカチ入れるの忘れてる。じゃん、じゃん。今日は食べ歩きですよ。イエーイ、楽しみ。マジで楽しみ。いっぱい食べよな。というわけでね、今日はたらふく食べていこうと思ってますので、どうぞお付き合いくださいませ。それにしてもめちゃくちゃええ天気、晴れてよかった。寒いかなと思って、ベスト羽織ったものの、いい天気すぎてやっぱり暑い。今日めっちゃあったかいな、ほんまに。あったかくなってきたよな。やばいな。食べたんよ。でも全部食べたんよ。ほんまや、めっちゃ可愛い。何ここ、すごい素敵やねんけど、この通り。どう？いい。あの絵本の世界に出てきそうや。絵本なんや。首をいかに動かさんか。不自然。そうや。来ました、私たちの第一目的地。蒲焼きも食べたくない？思った。え、何し半分こして蒲焼きどうする？1個分け合わせるか、うん、そうしよっか。ここミニ蒲焼きと、あ、いける。え、ビールとかもあるし、サイダーも売ってんねよ。川越サイダー飲みたくなるよ、味サイダー。瓶やし余計よくない？良い、それが美味しいよな。じゃじゃーん、来ました。うな飯とミニ蒲焼き、美味しそう。めっちゃ美味しそう。じゃあ、いただきます。どう？美味しい？あ、最高。うまそう。え、これは絶対食べた方がいい。おすすめ。おすすめ。めちゃもう食べてほしい、早く。いただきます。美味しくない？マジで美味しすぎた。の、最強。最強の。だからこれも美味しいって話よ。いただきます。どう？美味しい。もう別れ切ってたけどな、美味しいやろっていうのは。これは最強。最強。いただきます。あ、うまいよな。うまい。麺玉とどみそや。次何食べる？え、でも何でも食べれるよな、しょっぱいのも甘いのも、どっちでもいい、うん、とりあえず食して次の食べ歩きスポットに行こうと思います。酸味のあるさっぱり系か、酸味が苦手な方はカツオだし、あ、なるほど。結構な長さもあります。あ、これぐらいのサイズ感ってことですもんね。嬉しそう。1本もらっていいですか？はい、ありがとうございます。美味しそう。梅しそ味行かせていただいていいですか？はい、どうぞ。うまいよね。うまい。めっちゃいい音。美味しい。めっちゃ美味しい。あの味がめっちゃ染みてる。梅しそ、そう、好きやしよ。いいな、うん、梅としその組み合わせってほんま最高よな。いただきます。結構大きいよな、ほんでやっぱ。あ、うまや。マジ染み染みよな、うん、めっちゃうまい。ごめん、待って、画角めっちゃミスってた、ごめん。
美味しそうやで、やっぱさ、オーソドックスな甘口醤油がいいかな。いやでも、たこ焼き風のおかかマヨも美味しそう。なんでさ、線の細いマヨネーズってあんなに美味しい。わかる、なんか味変わるよな、絶対。はい、ありがとうございます。わー、ありがとうございます。美味しそう。ノーマル、ノーマル、甘口醤油一番人気や、みんな一番人気だから、うん、でも明太もの一番人気って書いてあって。そう、でもまずはこの甘口醤油いただきたいと思います。いただきます。美味しい。濡れおかげって柔らかいやつなんやな。濡れてるからじゃん。濡れてるから柔らかいんや。めっちゃ美味しい。ちょっともう一個食べていい？どうぞ。どう？最高。どう？え、行っていいの？さっき。お好み焼き。違う、お好み焼きじゃない、お好み焼きじゃない。美味しそう。美味しそう。いただきます。美味しい。美味しい。やっぱさ、やっぱり前を語るだけで最強やな。結局ね、そうなんよ。こういうことなんよ。こういうことよね。うまいよな。味しみしみなんだ。味しみしみ。濡れおかき初めて食べた。マジ、これですよ、これですよ、これですよ。また違った味。え、違う、うん、一気にやっぱりお好み焼き感、たこ焼き感が出てくる。これいただきます。どうぞ召し上がってくださいませ。どうでしょうか。めっちゃ美味しい。でもやばいな、この味の組み合わせ。やっぱうちらってさ、うん、関西人やん、うん、だからそういうことなの。あ、そういうことなのね。やってきました。氷川神社。縁結びらしいから、うちらの縁結んでもらおう。ほんまや、ここでここ来たことによってうちら結ばれるかもしれない。結ばれるかもしれない。運命の人と出会えるかもしれない。かもしれない。来ましたよ。おみくじゾーンです。はい。で、おみくじ何回やってもいいってさっき言ってたから。うん。私これもやるよ。芋みくじやるよ。ほな行かせていただきます。はい、芋芋。芋すくうわこれで。難しそう。そっちの方が難易度。え、嘘やん。むずっ。え、待って、むずっ。え、ね、やっぱそっちやったって。ちょ、芋掘り並みにと残してない。ちょっと待って、マジで分からへん。どうやって使ったらいい。あ、来た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 。選ばれたのはこの子でした。何やろ、楽しみ。あ、ある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 、これや。紐や紐。来た来た来た。で、これを持って帰ってもいいんかな。いいんちゃう。お芋さん。かわいいな、お芋さん。めっちゃかわいいお芋さん。さあ、来ました。何？これ、お、2番。あ、ここにもなんか書いてるで。なんか神の教え。我心我欲を払うて胸は清い高嶺の月の光。うん？やめてよ、うて。あ、小吉。うん？さ、そういうこともあります。うん、あるか、こういうことも。時には、うん、時にはこういう経験だって必要か。そうそうそう、うん、え、でもこれももらえてさ、こっちももらえるってことやんの。2番やった。これね、2番で、これです。おー、芋納豆がラッキー芋アイテムやって。待って、一番最初にそこ見てんの、おもろすぎやな。慈しみ、バランスのある心持ちにって書いてある。どういうこと、どうしたらいい、私一体どうしたらいいって言うんだい。めっちゃ可愛いね。可愛いな。なんなん、芋言葉。芋言葉と芋知識。芋納豆買って帰るわ、じゃあ私。お前な、買ってからな、うん、ラッキーアイテムやろ。ラッキーアイテム買って持ってくわ。わー、どの子選ぶん、どの子選ぶん。可愛い子選ぶ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。どれ子狙ってか分からへん。もうええわ、この子にしよう。もうええわってやめて。つかまれへん、つかまれへん。え、ちょっと待って、これこんな気になってた人っておるんかな。ここで苦戦する人おんの。頑張って、プルプル震えてない、ちょっと先。あ、ちょっと待って、ほんまにむずいねんて。ほんまにむずいねん。これにするわ、次。大体みんな狙い定めてそこ行くんやろ。来た。やってやってやって。早く巻き上げて、巻き上げて、巻き上げて、巻き上げて。来た来た来た。じゃーん。今年の運勢はいかに。どうじゃろ、どうじゃろ。ドキドキワクワク。行くで、反対やんな。反対や。なんか見たことある、なんかこういうの見たことあるんだよな。なんかでも待って、ん、待ち人来る。え、
音信あり。音信あり、音信ありってことは連絡先知ってる人に限定されてるけど、うち男の子連絡先5人ぐらいしか知らんねんけど。かわいい。お、楽しみの多い身となるんですって書いてるで。え、よくない？やっぱ今年じゃあ、いろいろライブとか当たるんですよ。そういうことですね。そこね、楽しみやもん、うちの楽しみそこやもん。ライブのチケットの縁ってこと。そうそうそう、ってこと。そういうことや。ほな、行ってくるわ。行ってらっしゃい。会いたい、会いたい、会いたみじ、会いたい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 。私もな、会いたい人っておんねん。誰？推し。ほんまにうちのことバカにしとったけどさ、マジでむずい。もう許可にのことバカにできひんくなってば、これそんな取れないの？やろ？ちょっと待って。俺がちょっとなんで一発で取んの？なんでなん？え、かわいいやん、ラブリーでん。あ、なんか違うな、見た目も赤いな。ラブリーや、うん、だって見て、恋みくじやで。私も今年は恋しちゃうってわけ。もしかしてだけど、あ、スイス運命の人来るかもよ。運命の人書かれてるかな、ここに。どう？どう？なんか花言葉自己愛やねんけど。でも待って待って、自己愛ってなんか待って、SHT あってなんで、なんで、なんて書いてある、なんて書いてある、ちょっと待って待って待って。え、でも見て、冬から春にかけて多くの出会いが待っていることでしょうって書いてるけど、今年の冬ってこと？12そういうこと？まだ先やけど、もう終わってまう？あ、そっちか。今じゃない？今じゃない？今や、え、おると思う、私に。おれへん、自己愛が一番思う。ほんまに、まあそういうことなんよね。だから自分を愛してあげようって話。自分を愛してあげへんかったらやっぱり誰すらも愛せない。名言っぽく言わんと。イエーイ、やりました、おみくじ。はい、二人とも末吉でした。そんなことあるって感じよ。 なちょっとご神木行こう。ご神木、これでいい縁が無限に続けばいいな。なあ、ほんまにな。なんか恋愛面とかじゃなくって、人生においていい縁が欲しいよな。間違いない。なあ、ご神木。はい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 、こういうこと。わあ、え、おいしそう。かわいいやん。今日しかもあったかいし、ちょうどいいな、ここで。うん、これ入ってんのかな。入ってた、恥ずかしいねんけど。まさかここでも恋みくじ。あ、ちょっと待って、花みくじ。花みくじや。そして来ましたよ、揚げ物たち。いいかも、持つ？持ち方や、うざない。ルネス、ルネス。やめて、負けたいねんけど、そんなんすねから。いやいや、やでって。開けよう、花みくじ。私負けよう。あ、中吉、ランクアップした。あ、ランクアップしてる、ランクアップしてる。カーネーションや。無垢で深い愛、かっこいい。うち見て、あなたの花はシャコバサボテンです。花言葉、つむじ曲がり。わからん、わからん。だってな、つむじ曲がりが何かマジでわからへんから。うちどういうことな。熱愛が昇進を招くことあり、恋人を信じよう。おらんねん、おらんねん。だからうちの子の、だからマジおらんねん。え、結婚、良き人あり、身を結ぶ。進んで、その気になれ。おらんねん、おらんねんし。だからエンダー、エンダー、エンダー、エンダー。どう、迷わずに決めてよし。よく注意して、決めよう。おらんねん。デート、信じて交際せよ。おらんねん。待て待て、うちまで。うち気になっては成功せぬ。おらんねん。まず大前提の話。そう、私たちおらんねん。おらんねんしか出ない。そうやね。手を合わせて、いただきます。いただいていい？うん。え、まず何やったっけ。オムライス。オムライスにクリームシチューみたいな。コーンクリームか。コーンクリームとオマールエビ。オマールエビ、オマールエビっしょ。オマールエビは絶対美味しい。どうですか。最高。最高。私もいただこう。広がりもんま。うまい。うまっ。うまっ。え、味付け最高ちゃう。コーンクリームや。美味しそう。ちょっとこのまま行かせていただこう。オムライス。オムライス。お、チーズ伸びた。うん。うまい。お米入ってる中に。ライスコロッケみたいなのかな。うん。ライスコロッケ美味しいよな。かわいない。マジラブリー。見て。うん。なんでな。え、さっき話やったよな。つぶした。タコいただきます。絶対美味しいです、それも。オッケー。顎関節症が。ここに血がなさすぎやろ。やばいって。大丈夫ですか？もうモザイクかけそう。モザイク。ごめん、顎関節症が。うん。うん。うん、揚げ物全部味付けがめっちゃいい、うん、美味しい。うん、やっぱ
食べ物食べてる時が一番幸せ。わかんない。どう？どう？うん、まっ、こういうとこ来るとアイスって何個でも食べれるよな、うん、そういえば2個目あった。うまや、うん、お芋さんのやつ食べてたもんな。でもなんか飲み物みたいなもんよな、アイスクリームって溶けていくやん、うん、口の中で。実質飲み物よな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ございましたね。ありがとうございました。アメヤが作る生いちご飴、おいしそう。アメヤが作ってる、食べたい。いただきます。おいしい。めっちゃ美味しい。マジ？やっぱり飴屋さんが作ってるだけある。食べやすい。あ、マジ？うん、ちょうどいい薄さ、飴ちゃんの。確かにシャリって言ってるもんな、すぐ。マジうまいで。マジうまい。うん、ほんまに美味しい。美味しいんや、うん。昔懐かしのアイテムがいっぱいある。これ階段でめっちゃしとったやってた。最終さ、こんがらがってこうへん。これぐっちゃぐちゃなるよな。ハマって見て見て、ポクポクやん。これめっちゃ好きやったけど、めっちゃ食べてたわ。待って、好きなやつあるやん。見て、あるやん好きなやつ。あ、これね、私大好きなんですよね。いつも買ってるイメージ。うちの大好きなやつ。これが駄菓子の中でいっちゃん好きでさ、そうこれ箱買いしとってくれるんでめっちゃ好きやったこのさ、タレが美味しいよね。美味しいね。かば焼きさん太郎買っとこう。いや、私このガムも好きやねん。ガム好きよな、もともとめっちゃ好き。ガム梅ミンツや、大好きやね。梅ミンツも、はい。あ、中に大好きなマシュマロあるけどこれでしょ。それが好きなんや。チョコっしょ。待って待って待って、あるで。あ、出た、私の大好きなガム。一番ちなみにこれ好きなのはイチゴ味やで。でも分かる分かる分かる。え、美味しいよな、美味しいよな。めっちゃ美味しいから。よし、他大丈夫ですか。はい、じゃあ私はマシュマロが、マシュマロが大好きなんですね、はい、じゃあこれでいかせていただきます。わーい、芋ドーナツ。ありがとうございます。いただきます。芋ドーナツいただきますね。ありがとうございます。ドーナツ中に芋入ってんの。そうそうよ、うん、何を言ってんねん。何だろう。入ってる、おいしい。マジでうまい。あったかいな。うん、うん、もうもうもう食べ過ぎっていうぐらい食べ過ぎてんね、うん、今日は。だって見て外してんねん私ベルト2段階緩めてます書いてる、ここや。上田ちゃん、町本舗さん、ここじゃん、ここじゃん。行こう。え、めっちゃうまい。温かいお出汁の味、めっちゃ美味しい。美味しそう。かわいい。あ、そしてモンブランです。よかったな。大好き。とモンブラン食べたりとか。ひらめが言っとった。いただきます。美味しそう。見て私の左手。マジで意味ないとこに座ってる。出た出た。ボリューだった。やっぱそれ。見ちゃうの。うん。いただきます。美味しい。生クリームたっぷりやん。うまい。幸せそうな顔してるわ。ケーキ食べてる時の許可に生き生きしてるもん。生クリーム食べてる時。生クリーム食べてる時。とんでもなく幸せそう。感じる。美味しい。マジで美味しい。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しいな。めっちゃやばい。マジで美味しい。さすがに調子乗ったからこれ行こうとしたら私一口で。それ一回行って一回行って。いったん。うん。でか口。うん。この後はお土産買って帰ろうと思います。やめて横で猫ミームするの。やめてって、だから横で猫ミームするの。あまりすぎやろ。ちょっと大変や。
私、こちらの香りを買いました。あれ、こっちやんな。こっちやな、堀川。マジでいい香りやった。めっちゃいい。こんだけたくさんあるしな。私たちが買ったお香だって、私これ買いました。許可にこっち買いました。今、ほんまに、なんか押したのに。そして許可人が買ったのはフォアゾン香水っぽい感じ。華やかな香りが、うん。満足です。ぜひ。もうめっちゃいい香りやった。ここでお香を焚かれてた。この香りが良すぎて同じものを私は買っちゃいました。いい香りやった。さあ行こう。じゃじゃーん。キュウリをいただいたお店に帰ってきました。ってことでいろいろ漬物見ていきます。美味しそう。待って、安定に美味しいやつある。かつおごぼうや。マジで美味しいやつね。美味しい。買おう。クリームシチューとかもある。お漬物屋さんのって何それ。これしかもあれレトルト。そうちゃん、湯煎とかちゃん。そういうこと。あ、玉ねぎのお漬物、赤味噌塩やって。え、絶対うまいやん。絶対うまいな。湯煎や湯煎。あ、電子レンジも OK やで。え、買おう。1個買ってみよう。あ、こっちか。こっち安定に美味しいよな、うん、うわ、よし、これ。はい、いらっしゃいませ。これにしよう。しそ漬け。うん、美味けど、美味しそう。大満足のお買い物な。気になるよな、クリームシチュー。というわけで帰ります。満足。なんで満足。え、なんて言ったん。大満足。あ、なんか一本満足って聞かれた。ただいま帰ってきました。あー、楽しかった。美味しかった。川越食べ歩き旅、もうめっちゃ満喫できた。帰り屋のお土産として買ったクリームシチュー早々に食べたいと思います。小腹空いてきてしまったもん。あ、何食べたのにさ、なんでお腹ってすくんやろな。いただきます。めっちゃ美味しい。クリームシチューやねんけど、ちょっと味噌が入ってるらしくって、これがまた美味しい。待って、マジで美味しかった。箱で欲しいレベル。もう一つお手紙が届いてたんですね。何が書かれてんねやろ。実は花粉症による鼻炎は早めの対策が大切。鼻水サインが来たタイミングでアレジオンを服用すれば鼻炎がひどくなるのを抑えてくれます。アレジオンで先手を打って症状を軽減し、我慢せず春を楽しんでください。ありがとうございます。確かに花粉症は早めの対策が必要やと思う。こちらアレジオンは辛い鼻水、鼻づまり、くしゃみによく効くし、そして1日1回で24時間効くんやって。眠くなりにくいのもすごく助かる。みんなもぜひアレジオン試してみてください。好きなことを思いっきり楽しむために早め早めに対策していきましょう。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね。バイバーイ。